週後半の気象情報です。山口さん、この後はまた荒れた天気の可能性ありますか？はい、そうなんですよ。金曜日から土曜日にかけて北日本中心とした荒れた天気、はい、これにまた警戒が必要となります。うん、でその様子、天気図でまずご覧いただきましょう。これ木曜日です。木曜日、西日本に前線が近づいてきまして、もう天気は広く下り坂なんですね。はい、でその前線低気圧が発達をしながら東の方に金曜日抜けていきまして、冬型気圧配置が各地強まっていくということになります。で冬型のピークは金曜日から土曜日でして、等圧線の間隔が大変狭く、北海道では暴風雪予想されます。はい、また東北の日本海側や北陸でも、荒れた天気ということに広くなると見ております。でこの土曜日あたりをピークに大変強い寒気が入ってくることで気温がとにかく低いんですね。はい、で予想気温で見てみますと、北日本東日本については土曜日の最高気温は、東京や名古屋でも1桁、北日本札幌はですね、今シーズン初めての、真冬日になる可能性があります。各地前日金曜日との気温差もかなり大きくなりそうです。はい、で西日本沖縄も似た傾向ですね。金曜日から土曜日にかけて大きく気温が下がって、土曜日はこれは真冬並みの、寒さというところが増えそうです。各地寒さへの備え引き続き必要となりそうですね。わかりました。アプリウェザーニュースからも最新気象情報を確認することができます。ぜひご利用ください。